セーブして2はちょっと置いとこうか。で、3は置いて、4にもね。4と1、1、4でちょっと。OK、OK、セーブ OK。調べていこう。いろいろ調べるよ。時は動いていない。ここからじゃ画面が見えないよ。さて、投稿の時間だけど、ガンオンするか、スレイヤー。はい、いってらっしゃい。大和田小学校裏サイト。秘密のナナシちゃん、2年4組のユイチってやつマジキムくない？変なこと聞いてくるし死ねよ。わかる、キチガイみたいなことばっかり言うよね。あいつ超キショイ、消えろ、ユイチって何なのあれ。先生にも嫌われてるあいつ。ユイチの家が創価学会って本当？これ大丈夫かこれ大丈夫かこれ質問したのに誰も書き込みしないとかありえないし、ここのやつバカだよ、バカばっかりだね。こんあんな自己暗示欲の塊ですな。こういうやつこそ批判せねばなるまい。死ね、質問中。絵文字使えないの？ AA も無理っぽい？ゆういち撲滅委員会。やばいね。ゆういちくんいじめられてたみたいだね。トゲが引っ込んだな。東チーマル、チーマルルって誰？とりあえずこっちはトイレみたいだ。トイレはやめといた方がいい。トイレはやめといた方がいい。上行こうか。ここまで行ったら病んでるだろ、わらわら。やばいって。下の名前はヒロト、東千鶴とします。東千鶴、ものすごい異臭がする。やっと無双したぜー、コンパクリ。異臭って絶対したいじゃん。要するになぜか開かない。おかしいて、もう。わあ、また旅。びっくりするわ。わらわらさん、下の名前を拾うと。とりあえず、探索。お母さんの日記らしい。読む。認知症がひどくなってきた。うわ、お母さんじゃん。あそこの軟禁所おかんやん。面倒事から逃げる癖がある。うんざりしていた様子だ。お、態度に出てる。うわ、もうなんかもう BGM 演歌ばっかりなよ、さっきから。部屋の芳香剤をばらまき、南京錠の鍵を捨てた。なんとかごまかしている。あまり祖母に関心はないようだ。夫は相変わらず何も言わない。私に対して冷徹な態度を取り始めた。毎日受けるなんとかだったなは数々。これは家庭内暴力ではないか。夫はそうして現実から逃げているのだな、卑怯者。趣味も楽しくない。何もかもやる気がない。部屋が汚くなってきた。体調はひどい。自分でも何をしているかわからない。私どうしたらいいのか。生きてる時間がない。いっそ消えてしまえばいい。夫の罵倒もさらにひどく、顔を合わせることもで少なくなった。ゆうちゃんしかいない。ゆうちゃんゆうちゃんページやべえ。もういいもう早くこの部屋気持ち悪いわ。もうわあ、もうなんか手がかりないか。手がかり、もう読みたくない。もうゆうちゃんもスレイヤーの先輩だろ。違う、ゆういちじゃない。小学2年生じゃない。
失礼。意欲の人間都合のいい呼び方を。社会問題。もう完全に鬱じゃん。てか僕の友達のあだ名。こっちは BGM が気になっていてさんの声が頭に入ってこない。わらわら年いかれつ読めないとまたたび。本当だよ。大きくその子の名前は言うか。わらわらスレイヤー。ダメだ、開かないわ。え、けどこれこれはもうけどね、これで終わりだからね。手紙？手紙って何？こっちかな。ゆうすけ本当に小児？わら、ハルゴン。日記の最後、またたび。日記の最後？日記の最後、手紙だ。あ、はい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 。林やペーパー子様、いつもご活躍大変楽しく拝見させていただいております。ファンレターなんて書くのは初めてなので何を書いたらわかりません。とりあえず私の簡単な経歴でも、私の、生みの親はゴミバケツです。ゴミバケツに捨てられていた赤ん坊の私をどなたかが見つけ施設に届けてくれたそうです。そのまま15歳まで施設で過ごし、その後弁当の、仕出し弁当 の会社に就職気がついたら三味噌を迎えていました。節目と思い当時付き合っていた夫と結婚、しかし新婚だというのに夫は夜の相手をしてくれませんでした。ここで私は暗示お昼の弁当にバイアグラを仕込み夫が帰宅するなり一言、下脱げやぐれ。これが功を奏し、見事一発で大当たり、息子を妊娠出産、今に至ります。後で聞いてみたら、夫は私と向き合う自信がなかったとのこと。この人は面倒ごとに向き合わない人なのだよ、だなと思いました。つまらない話になっちゃいましたね。以前お二人を街で見かけたことがあります。本当に電磁ピークなんですね。さすがに驚きました。ラブホテル街に消えていったのは誰にも言ってません。それではこれからの一層のご活躍ご期待しを期待しています。とあるファンより。危ない危ない、スレイヤー。あー、もう BGM がやばい。ラブホマンですね。 BGM がやばい。めっちゃ鳥肌だった。ちょっとやめてくれ。ラブホマン、わらわら、かつて匠だったカフェオレ、これをつでに流していいの？スレヤー、ラブホマン書いてください。流すぜ、もちろん流すぜ。鬼姫様、残、終わる、わいし、おまめなセーブが世界を救う、ジャガバタ。ああセーブ、ハルゴン。こまめなセーブが世界を救う、ワイシ。こまめなセーブが世界を救う、キサラギエリオ。それより天使のような可愛い画像見ないの、コンパクリン。なんか飛び出てる、またたび。グロイ、スレヤー。コッパ、エモール。声よ、ちょっととりあえず、天使のような可愛い画像は終わってからだわ。うわ、なんかもう肩重くなってきたわ、マジで。トマトケチャップだよ、きっと。ジャガバタ。飛び散った赤い液体がいつかこぼしたケチャップみたい。終了まであと5分になりました。手がなくなっているなんで取れちゃったのかな。
周りにはいつか見た生物図鑑に載っていたものが散らばっている。なんでこんなこと考えてるんだろう。この街の雰囲気に慣れちゃったのかな。食いちぎられたとか。やばいんじゃないの僕。わいし。きっしょ、こんなの見てらんないね。ていうかこういうのにあんまり驚くなくなった私らも私らなのかな。やっぱり怖いよ。それより雄一くんの家で大人が死んでるってことは、この人は雄一くんの。わいし。レイさんはね、なんか秘密基地に集まった子供たちの一人。うん。お父さんだね、これ。俳優一登場、俳優一登場。ああ、もう BGM がもう爽快すぎる。一体しか倒せてないよまだ。本当だよ。兄弟とは思えない。じゃあ残る可能性は親父だろう。だよな。もう BGM むちゃくちゃだよこいつ。ほんとボブはパパのこと大嫌いだったもん。おもてなし。ちょっと待って、これラスボスなのかな。レイさん頭に血が昇ってるよ。なだめるしかないだろう。さてここでお客様に質問です。妻子ある夫がとある女性と不倫しました。これはいいことでしょうか、良くないことでしょうか。どうしたらいい。これヒステリー効くか。でもこの夫はそんなこともわからないみたいです。違うね、わからないんじゃない、作り変えたんだ。ヒステリーめっちゃ効くんだけど。ヒステリー鬼効くんだけど。とある女性が夫の弁当に変な薬を入れました。これは良いことです。悪いことです。自分に都合が悪いから良くないことをいいこととして作り変えた。全くずずしいね。わかるこの意味。強化。強化最強だからね。あ、これで勝てんじゃないけど。ねえ。ヒステリーだって最強だもん。詳しくはスレイヤー。うん。おし。ありがとう、ありがとう、とりあえず。まさかのどこ。オッケー、オッケー、とりあえず勝った。ヒステリーで勝てた。ちょっとあれだな、次枠行ってからこれ進めるわ。次枠行ってから進める。ちょっと BGM 楽しんどいてこれ。話が進展しそうだからね。ね、もうゆういちくん相当病んでるからね。病んでるやつにはヒステリーだわ。うん。はい、では次枠行きます。おつぽんげでした。